大丈夫みたい。確か、なんとかっていう成分。
成分が入ってるおかげでコーヒーと違って眠れないなんてことにはならないんだって。なんでもいいよ。お、いいね。昔あなたの家で飲ませてもらったよね。あれすっごく美味しかったな。そうなんだ。メーカーとかってわからないの？わかるといいね。相変わらず仲の良さそうなことで。あ、かなえちゃん。何してたの？いいよね。彼氏に面倒見てもらえて。今日のは損害賠償なんだから。ちょうど自販機帰りだから。ねえ、行くなら早くしないと休み時間終わっちゃうよ。だね、行こう行こう。
なたか。どうしたの？そんなに汗だくで。進路や生活の相談なら明日でもよかったんじゃないの？焦る気持ちはわかるけど、そこまで急ぐことじゃないわよ。むしろしっかりと時間をかけて。何？例えば、いろいろってどんなこと？それは？大人をからかうんじゃありません！はあ、もう今日はいいわ。家に帰って頭を冷やしなさい。いいわね！それじゃ。